日来関係では、日本とオランダの関係について解説する。徳川家康の名で発行されたオランダとの、通称許可証付日来関係の歴史は、17世紀、初頭まで遡ることができる。江戸時代初期から幕末に至るまで、素方として固守された、鎖国政策の中にあっても、ヨーロッパ諸国では唯一、オランダとは、長崎貿易を通じて、 外交貿易関係を維持し続けた。この間、日本に到来したオランダ船は、1621年から1847年までの227年間に、延べ700隻以上に上る。江戸幕府は、オランダから、毎年もたらされる、オランダ風雪書の情報によって、国際情勢を知り、対外政策を決定した。また、ヨーロッパから伝来した学問、技術に関する研究は、 そのほとんどがオランダ及びオランダ語を通じて摂取されたため乱学と呼ばれ、幕末から明治維新以降に始まる急激な知的開国の下地を形成した。好奇心で出島のオランダ人を見ている日本人、明治時代以降もおおむね良好な外交関係を維持したものの、昭和時代に入ると関係は悪化する。太平洋戦争の開戦後、イギリスに亡命していたオランダ政府は、 日本へ宣戦線復刻した。両国は戦争状態に入り、日本軍はオランダ領東、インドなどに進行した。数年間の敵対関係を経て、戦後、日本国との平和条約の発効により、両国の進行は復活した。文化交流、経済交流は活発で、要人の往来も頻繁に行われる。特に日本の皇室と、 オランダ王室の関係は親密で、2006年8月には、日本の皇太子、ナルヒト新郎と、同比マサコ及び、愛子内新郎が、オランダに、異例の長期旅行、滞在を行った。2000年に、日蘭交流400周年、2008年に、日蘭外交関係解説150周年、2009年には、通称400周年を迎え、 両国において様々な周年事業を実施した。日本の外務省は400年に及ぶ歴史的伝統的友好関係を維持。両国の皇室、王室関係は極めて親密。一部の戦争犠牲者による賠償請求問題を除き特に懸案はなし。と、両国の政治関係を総括している。ヘンドリック・ブラウエル。第2代平戸オランダ召喚長を復元された。 手島のオランダ商館内部川原系が、東カンズラン船入港図継長を5年3月16日、オランダの商船リーフデ号が、文語国ウスキに漂着した。当時、新境国で、新興貿易国家として、勢力を伸長していたオランダに対し、敵外心を抱いていたカトリック国スペインのイエズスカイ士らは、リーフデ号は、海賊船であると、ご大老の一人であった。 徳川家康に進言した。この進言を受けて、乗組委員のオランダ人、ヤンヨーステンや、イギリス人のウィリアム・アダムスらは、船と共に、大阪へ護送され、取り調べを受けた。同月末、乗組委員を引検した家康は、新教国とカトリック国の対立など、欧州情勢を臆さずに解ヤンヨーステンら沖に、入り、海賊船の権威を晴らした。家康は、 釈放されたヤンヨーステンらを、上地の江戸に招き、外交政策の相談役とした。江戸に幕府を開いた後も、ヤンヨーステンは城下に屋敷を構えて、外交交渉にあたり、ウィリアム・アダムスは後に、旗本として、相模国三浦群に住みに領地を得て、三浦安神の名を与えられた。ヤンヨーステンの屋敷跡は、ヤエスという地名に、アダムスが眠る丘陵に作られた駅には、安神塚駅と、 その名を残している。江戸幕府は、当初、安土桃山時代から続く南蛮貿易について、その独占と管理に重点を置き、開国を維持する政策を取った。1六百四年には、江戸幕府が初めて内外貿易船に、主因状をカ付して、主因船貿易を始め、同年には、ビトアップ制度も始めた。貿易関係は維持したものの、キリスト教に対する警戒は強まり、 特に不況に力を入れるスペインなどのカトリック国を礼遇し貿易に力を入れるオランダやイギリスなどの新教国を交遇する措置を取った。1609年にオランダ、1613年にはイギリスが非全国平戸に召喚を置いて平戸貿易が始まるとその傾向は顕著になった。なおスペイン人、ポルトガル人を南蛮人というのに対してオランダ人は 公盲人と呼ばれ、後には広く西洋人一般を公盲人と称した。当時、オランダはスペインからの独立をかけた80年戦争の最中で1579年に成立した対スペイン軍事同盟であるユトレヒト同盟のもと独立国家として歩み始めたばかりであった。1596年にはイギリス・フランスと締結した対スペイン公主同盟により、 オランダの独立は一応承認され、1602年には、後に、オランダ海上帝国と呼ばれる体制の基礎となる、オランダ東インド会社が設立された。1609年の日蘭貿易開始の際に、オランダ東インド会社は、前将軍である徳川家康に対し、オランダ総督のオラニエコーマウリッツを、国王と記した書簡を提出し、主因状を得ている。 この当時、オランダには国王が存在しなかったため、共和国の中心的指導者である、オランダ総督のオラニエコー・マウリッツを対外的代表としていた。家康が亡くなった1616 16年、ヨーロッパ戦の来航を平戸と長崎に制限したのを、皮切りに、江戸幕府は南蛮貿易の縮小に傾き、続く三大将軍、徳川家光の知事には、この傾向が強化される。 1623年にイギリス人が平戸の召喚を閉鎖し、翌1624年にはスペインとの国交を断絶して、スペイン人の来航が禁じられた。1630年代には、幕府は長崎奉行に対し、貿易の統制に関する通達を何度も発布し、解禁を確立する。1633年の通達では、幕府は、 高所線以外の海外渡航の禁止を命じ、1635年の通達では、すべての日本線の東南アジア方面への渡航と、東南アジアの日本庁在住の日本人の帰国が禁じられ、主院線貿易は終焉した。1639年に、ポルトガル人の来航を禁じる通達がなされた結果、ヨーロッパ諸国ではオランダのみが日本との貿易を継続することとなった。 そして、1641年には、オランダ人は、ポルトガル人の追放で無人となっていた、長崎の出島に収容された。1801年の長崎の様子発の乱話辞典、ドゥーフ・ハルマ、敵塾肖像、ヘンドリック・ドゥーフ、オランダ商館長、ドゥーフ・ハルマの著者。オランダは1602年、貿易に携わっていた障害者を統合し、オランダ東インド会社を設立した。 このオランダ東インド会社は国家から特別の保護と権限が与えられており南アフリカの希望峰から南米のマゼラン海峡に至る地域で独占的に貿易を行った。またオランダ東インド会社はこれらの地域で条約や同盟を締結することや軍事力の行使、貨幣の駐蔵、地方長官や司法官の任命まで様々な権限が認められていた。 平戸、お及び長崎、出島に商館を設置し、これらに到来する船を就航させたのも、オランダ東インド会社である。オランダ商館は、総合商社の支点としての機能と、在外交換としての役割を合わせて担い、本国と密接に連絡を取ることで、オランダ海上帝国とも呼ばれる、また、勇猛さと忠誠心が高いとして、東インド会社の要塞が置かれたバタビアでは、 多くの日本人傭兵が雇われたオランダとの貿易では、初期にはオランダ側から木と絹織物を輸入し、日本側から銀を輸出していた。中期以降にはオランダ側から、ラシャ、ビロード、胡椒、砂糖、ガラス製品、書籍などを輸入し、日本側から、銅、小農、陶磁器、漆工芸品などを輸出した。特に、非全国有田で焼かれた、 イマリ焼きは陳徴され、オランダデルフト市の陶器、デリフト焼きの文様には、イマリの染付時期の影響が見られる。オランダ人を長崎、出島に移した1641年、幕府は、鎖国令と近教令を徹底するため、来航するオランダ人に情報提供を義務付けた。義務の内容は、宣教師の日本潜入に関する情報の提供や、ポルトガル人、 スペイン人などカトリック国の対日本計画などに関する情報の提供で、これはオランダ人による貿易独占を継続するための重要な条件の一つでもあった。この情報提供が定型化された後には、毎年オランダ船が入港すると、通訳業務を取り扱った通詞がオランダ商館長を訪れて、広範囲の海外情報を聞き取り、翻訳の上、通詞と商館長が署名。 応援して長崎奉行に届け出た。この時作成された文書は風雪書と呼ばれる。長崎奉行は風雪書を江戸表へ送り、幕府首脳は風雪書を通じて海外情勢を知った。風雪書の内容は年々簡略化され形式化された。しかし19世紀中央、国際情勢が緊迫化して日本にもその余波が現れると、幕府は 海外情報の収集に努め、通常の風雪書に加えて、別に詳細な内容の別段風雪書と呼ばれる文書を年々提出させた。この別段風雪書は、アヘン戦争勃発の翌々年1842年から提出され、始めた。オランダ召喚長は、歴代通商免許に対する例として、江戸に上り、将軍に越見して、貿易の御礼を根上して、 贈り物を献上している。これをカピタンの江戸散布と言い,い、毎年定例として行うようになったのは1633年からであり、召喚が平戸から長崎に移されて以後も継続された。1790年以降は4年に一度と改められたが、特派施設の登場は1850年まで166回を数えた。江戸の長崎や、京のエビアは、 オランダ塾として施設の宿泊に充てられた。蘭学、蘭学者、蘭学塾、蘭法医学、蘭癖、及び蘭学ことはじめを参照蘭学の先駆者としては、非全国長崎生まれの西川助犬がおり、長崎で見分した海外事情を通商関係の観点から記述した海通商校を表した。彼はまた、天文、歴賛を、 林吉右衛門門下の小林義信に学んでおり、その学説は中国の天文学説を主としながらもヨーロッパ天文学説についても深い理解を寄せていた。敵塾所蔵、解体新書エレキテルオランダ語は通知によって学ばれた。1720年、八大将軍、徳川義宗は、漢訳乱書の輸入禁止を緩和し、1740年、受学者の青木昆用を、 本蔵学者の野呂現場にオランダ語学習を命じ、西洋の知識摂取を奨励した。江戸時代中期以降には、支配層の中にも、熊本藩主、細川重方、薩摩藩主、島津重秀のような乱壁大名が現れ、久保田藩主、佐竹義厚のように自ら絵筆を取り、欄画を描く藩主も現れた。博物趣味の流行や食産工業の必要性から、 蘭学に傾倒した君主も多く、その支援によって蘭学は一層流盛した。田沼時代の1774年には、杉田玄白、前の両拓羅が、オランダの医学書のターヘルアナトミアを訳して、解体新書として刊行、観光。1788年には、大月玄卓が蘭学の入門書、蘭学改定を記して、蘭学の発展の基礎を作った。 またしずきたは1802年、ニュートン力学を研究し、ジョーン・ケールの著作を歴象新書として翻訳刊行している。平賀源内は蘭学全般を学び、エレキテルの復元や観覧計の発明などを行っている。幕府天文方では世界地図の翻訳事業がなされ、1810年、新帝万国全図を刊行した。 蘭学ことはじめは、1815年、83歳の杉田玄白が、蘭学早々からお解雇して、大月玄卓に送った手記であり、戦国末期の西洋との接触から話をはじめ、蘭方医学の起こりや青木混用と、脳路現状による、蘭語研究、解体新書翻訳時の苦労が、臨場感豊かに記されている。その他、平賀源内、前の両 桂川補修、武部ベ安、大月玄拓、宇田川玄心、稲村三白など同時代の乱学者の逸話が満載されている。織田の直岳、東映山忍ばず池秋田県立近代美術館、所蔵1792年に芝公館が発行した地球禅図辞書としては、春馬の乱物辞書をもとにして、1796年に日本最初の乱和辞典が、 稲村三泊宇田川玄瑞らによって編纂され、1798年、春間会として刊行された。さらに1833年には、大部のルーフ春間が完成した。辞書の編纂や刊行によって蘭学は飛躍的に発展し、各地に蘭学塾の流星を見た。こうした蘭学交流に伴い、幕府は高橋影康の建議を入れ、1811年に、 天文型に、番所和解模様を設けて、洋書翻訳をさせている。影安はまた、井の唄だたの全国測量事業を監督している。なお、番所和解模様は幕末には、番所調べ書という洋学の研究教育機関に、発展した。文政年間にはシーボルトが日本を訪れ、1824年、長崎郊外に、鳴滝塾を開いて、高野長英や大関三英。 二宮慶作、伊藤玄木、戸塚政海らに、乱歩医学や、自然科学などの諸学を講じた。さらに、大阪では1838年に、小形古安が敵塾を開いて、福沢幸吉、大鳥圭介、橋本さない、大村松次郎、長代千歳、佐野城民、高松良雲など、幕末から明治維新にかけて活躍した幾多の人材を育てた。 芸術の面でも、平賀源内からの伝授により、安永、天明年間に流星を見た、織田の直武の秋田蘭賀を皮切りにして、洋風画が開花し、芝交換や青道伝前などの作家が現れ、これらの技法や題材は、浮世絵にも影響を与えている。また、江戸時代中期には、蘭学者や文化人などが信仰を深めるため、太陽暦で正月を祝う。 オランダ正月を催したりもした。しかし、その一方では、外国からの開国要求を警戒した、江戸幕府によって、政治、思想面では、抑圧が加わり、国外持ち出しの禁止されていた、井上忠敬の日本地図を持ち出そうとしたことが、きっかけとする1828年のシーボルト事件や、モリソン号事件に対する幕府の対応を批判した、墓術夢物語の高野長英。 新規論の渡辺火山が弾圧された1839年の晩社の獄が起こっている。フェートン号クルティウス1860年、サンフランシスコ停泊中のつて、カンリンマルカンリンマルで渡米。明治2年、蘭学ことはじめ再犯を観光。旗本、福沢諭吉ち上述の通り、ヨーロッパ諸国の中ではオランダのみが日本との通称を許されており、長崎の出島に、 オランダ東インド会社の召喚を設置していたが、1808年、イギリス軍艦フェートン号が、オランダ船を捕獲するために、長崎に侵入、浸水などを得て退去した。これが、フェートン号辞典である。当時のオランダは、ナポレオン・ボナパルトの弟、ルイ・ボナパルトを王とするホラント王国であり、イギリスとは、戦争状態にあって、その東南アジアの植民地はイギリスによって、 占領されていた。この事件はヨーロッパにおけるナポレオン戦争の余波が東アジアの日本にまで及んだものであるが、責任を取って長崎奉行松平康秀は自刃した。その後、1813年にナポレオン帝国が崩壊するとイギリスに亡命していたオランダ総督を世襲するオラニエナッサウ家の一族がオランダ本国に帰国した。 1815年には、ウィーン会議での取り決めにより南ネーデルラントを含む、ネーデルラント連合王国が成立。最後のオランダ総督ウィレム5世の子である、ウィレム1世が、初代国王に即位した。これが、現在まで続く、ネーデルラント王国の始まりである。アヘン戦争後の1844年、オランダ国王ウィレム2世は日本に開国を勧告する、国書を、将軍。 徳川栄義宛に送ったが、翌年、幕府はこれを拒絶している。1852年、この年に、オランダ省官庁となったヤンドンケルクルティウスが、幕府に提出した別段風雪書には、アメリカ合衆国が、法還外交を極東で行うとして、米国軍船の来航を予告したが、幕閣はこれを黙殺した。翌1853年、アメリカ合衆国大統領、 ミラード・フィルモアの国書を携えて、アメリカ海軍東インド艦隊司令長官、マシュー・ペリーが、相模国ミューラ軍浦側沖に来航した。1854年、ペリーが軍艦7隻を率いて、再来航し、日米和親条約が調印されて、日本が開国すると、それに続いて、イギリスやロシアとも、同じ内容の条約を結んだ。オランダ省艦長クルティウスは、 開国政策に転じた幕府の要求に応じ、軍艦二隻の発注、幕府長崎海軍伝習所の設立、オランダ海軍士官の招兵などに関与し、これらの活躍を通じて、日本側の信頼を得て1856年1月30日、日蘭和親条約の締結に至った。日本は、この4カ国との和親条約により、従来の長崎と共に、伊豆国加茂軍下だ。 バコ館も開校されることとなった。1855年、クルティウスの協力によって設立された長崎海軍。伝習所は、海軍士官養成のための学校であった。そこでは、爆心や、ハンの藩士を選抜し、ペルス来ン、ホイセンファンカッテンディーケ、ポンペファンメーデルフォールトラのオランダ人教師によって、西洋技術、航海術、蘭学をはじめとする諸学を学ばせた。 海軍で演習所で学んだ著名な人物には、勝海舟、榎本武明、五代、友厚などがいる。また同じく1855年には、アメリカ総領事として、タウンゼント・ハリスが下田に着任している。ハリスは翌年、通訳権書機関としてオランダ語に通じた、ヘンリー・ヒュースケンを雇った。ヒュースケンは、アムステルダム生まれのオランダ人で、外交接触や日本での見聞を綴った。 九州県日本日記を残しており、幕末外交史の貴重な資料となっている。1857年、管理丸が南ホラント州のキンデル大区で完成し、日本へ送られて、長崎海軍練習所の練習館となった。この船は、後に、勝海州、福沢諭吉、ジョン万次郎らを乗せて、太平洋を横断することとなる。1858年、 アメリカ下田総領事のハリスは申告が、アロー号事件の結果、転身条約を結んだことを利用し、日米修好通商条約の調印を働きかけ、老中の堀田正俊氏は直挙を得ようとしたが失敗に、終わり、正俊氏に代わって、大老となった良い直助との間に交渉が持たれ、無直挙のまま調印した。イギリス、フランス、ロシアとも同様の条約が結ばれ、 1858年8月17日、オランダとの間に日蘭修行通商条約が結ばれた。これらは総称して安政後過酷条約と呼ばれる。通商条約の締結もクルティウスの手によるものであった。クルティウスは長崎武行と交渉し、踏み絵の廃止を実現するなど開国後のオランダ最初の中日外交官としても日蘭間の交渉役を続けている。 この交渉の過程で、日本人へオランダ語を教授するかたわら、自ら日本語の研究も進め、1857年には、日本語の文法書、日本文法広報を作成、また、日本初の優先式実用長距離電信実験に成功し、電信技術を日本にもたらしている。通称条約の締結により、日本とオランダの間に、従来の長崎での管理貿易に代わって、 長崎、函館、神奈川、兵庫、新潟を開港場とする自由貿易が始まることとなった。また、すでには新条約によって、出島に対する規制は大幅に緩和されていたが、通商条約を受けて、オランダ召喚が正式に廃止された。国別で見ると、1860年段階でオランダは、日本にとって、イギリス、アメリカに次いで、第3の、 貿易相手国であったがその比率は年を減るに従って剣じていき、1865年にはフランスに追い越されている。こうした状況は敵塾でオランダ語を学んだ福沢諭吉が1859年によって外国人居留地となった横浜の見物に出かけたが、そこではもっぱら英語が用いられており、看板の文字すら読めないことに衝撃を受けたエピソードにも現れている。 1860年、日米修航通商条約の批准書を交換するため、アメリカ軍艦、ポーハタン号は、憲兵施設団一行を乗せて、太平洋を横断させることとなったが、ポーハタン号の一万一の場合を想定して、カンリンも同行することとなった。これにはユキチも同乗しているが、ウェブスター辞書を購入して帰国し、その後は、幕府翻訳型に採用された。このように、 開国は洋楽の発展を促進したが、その一方で、開国後のインフレーションなどにより、排外主義的な思想も力を得た。また、公明天皇の了解を得ずに各国との間で、修好通商条約を締結したため、排外思想が尊能思想とも結びついて、尊能上運動が起こった。さらに1861年1月、日本をこよなく愛したヒュースケンが、 薩摩藩士に襲われて死亡する事件が起きた。馬石戦争図、藤島常教室、下関市立調布博物館修造上位派が反省を握り、尊能上位運動の画帳となったのが、長州藩であった。1863年6月25日、長州藩は上位を決行し、関門海峡を航行するアメリカ商船を砲撃した。これに対し、その報復として、 翌1864年9月5日から7日にかけて、イギリス、オランダ、フランス、アメリカの四国連合艦隊17隻が下関を砲撃し、陸戦隊が砲台を占拠した。これが下関戦争である。戦闘で惨敗を喫した長州藩は、四国側と交渉し、下関海峡の外国船通行の自由や賠償金の支払いなどを条件として講和した。なお、 賠償金300万ドルは、長州藩には支払えないほど巨額であったことや、長州藩は幕名によって、上位を実行したという経緯から、幕府が支払うこととされた。蘭学を学んでこの時期に活躍した人物としては、長州の大村松次郎がいる。松次郎は1846年に、尾形公安の敵塾で学び、その在籍中に、長崎へ1年間留学してその後、 敵塾の塾頭まで進んだ。長州政党と母親戦争で長州藩兵を指揮し、勝利の立役者となった他事実上の日本陸軍の創始者であり、また安国神社の前身である東京商魂社の創建を検索した。幕府側の人物として津和の藩出身の清州がいる。州は最後の将軍徳川義信の政治顧問であり、 明治に入っては啓蒙家として活躍し、貴族院議員も務めている。州が乱学を学んだのは1841年の養老館においてであり、1862年には、幕名で津田真道榎本武明と共に、オランダに留学し、シモン・フィッセリングに法学を、また、関と哲学、経済学、国際法などを学んでいる。哲学、芸術、理性、科学、 技術など多くの哲学、科学関係の言葉は、州の考案した訳語として知られる。母親戦争では、オランダで建造された、平木隆丸が、江野元率いる、旧幕府海軍の機関として用いられた。デレーケ明治新政府が、条約改正交渉の元準備と、西洋文明の調査のために、欧米諸国に派遣し、 巡覧させた岩倉施設団は1871年から1873年までに及んだが、この時、オランダも訪れており、1873年、一行は、ハーグで、ビレム三世と越見した。10日余り滞在し、ロッテルダム、ライデン、アムステルダムを巡覧、初期間、各施設を見学した後、ハーグから次の訪問先、新生館もないドイツ帝国を訪れている。 なお、この施設団の中には、かつて、オランダで、西洋医学を学んだ長予選一市もいた。日本が開国して、明治維新を迎えた後は、国際関係の中での日蘭関係の比重は、低下したものの、急速な近代化政策を進める上で、大きな力となった、親とい外国人の中には、オランダ人も多かった。法学者で宣教師でもあるイフルベッキを、はじめ、特に、 オランダで発達していた、治水技術の分野では、多くのオランダ人技術者によって、学者、技術者が育成され、また、各地の治水工事でも指導力を発揮した。著名な人物だけでも、砂防の父と呼ばれる、ヨハニス・デレイケ、トネ・ウンガの建設などに関与したローウェンホルスト・ムルデル、淀川修復工事などに関与した、ジョージアーノルド・エッセル、ノビル蓄光計画などに携わったファンドールンなどが、 いる。1912年には、明治政府の悲願であった条約改正が行われ、日蘭通商公開条約が締結された。ジャワ島内を進撃する日本軍1930年代、オランダの植民地であったオランダ領東インドは、日本にとって綿布の重要な輸出先となったが、世界恐慌の中でブロック経済を維持したい本国にとっては歓迎できるものではなかった。 このため、貿易利害を調整する日乱解消の交渉が行われた。第二次世界大戦が勃発し、1940年6月にはオランダ本国にナチスドイツが侵攻。オランダ本国政府はイギリスに亡命した。これにより、イギリスの同盟国となったオランダは、日本への圧力を強める、要イギリスアメリカから要求を受けるようになった。オランダ領東インド総督は、 中立政策の信奉者であったが、次第に連合国側に傾斜するように,になっていった。一方で日本は、オランダ領東インドのゴムや石油といった資源を調達する必要に迫られ、第二次日乱解消の交渉が行われた。1941年6月17日に交渉は打ち切られ、さらに南部仏印進中によって、両国関係は決裂した。7月には、 アメリカ・イギリスの行う対日石油金油にオランダ両東、インドも加入している。日本は12月1日の午前会議でアメリカ・イギリス・オランダへの宣戦線を決定した。しかし12月4日の大本営政府連絡会議でオランダへの宣戦線は行われないこととなった。オランダは日本に対して宣戦線復刻した。これはオランダ両東インド政庁が独断で、 戦線復刻し、当時ロンドンに亡命していた本国政府が追認したものとされる。この1941年12月8日の戦線復刻によって両国は戦争状態に入った。翌1942年1月、日本軍は石油資源の獲得を主な目的としてイン作戦と呼ばれるオランダ領東インド侵攻作戦を結行し、同年3月10日には、 ライン連合軍の本拠ジャワ島に至って、これを全面降伏させ、ほぼ全域を制圧した。オランダ領東インドは大東は政略指導大抗で、領有する方針が決定されていたため、3地域に分けて、日本軍による軍政が敷かれ、政府領側面にわたる様々な影響を与えた。終戦後、最植民地化を示唆したオランダに対して、スカルノやモハマートハッタルの独立派は、 1945年8月17日、インドネシアの独立を宣言して、インドネシア独立戦争に入った。一方、1942年3月のうちに、日本軍は、ジャワ島内で、ランイン軍66,219名を含む、連合軍82,618名を捕虜とした、ほか、民間人9万人余も収容した。彼らは自分たちが、 東インド住民を懲罰するために設けた監獄に自ら入れられるという屈辱を味わった。オランダ人兵士の一部は長崎の捕虜収容所に送られ、そこで原爆に被爆した。また、日本軍がオランダ人女性を強制連行し、慰安婦にした白馬事件も起こった。終戦後、オランダは捕虜虐待などの容疑で多くの日本軍人を b c 級戦犯として処罰した。 戦後長らく反日勘定は残り、1971年に昭和天皇がオランダを訪問した際には街中に、ヒ人は犯罪者という落書きが見られ、卵や魔法瓶が投げつけられて植えないを引き抜かれるという嫌がらせがあった。1986年には、ベアトリックス女王の訪日計画がオランダ国内世論の反発を受けて中止された。 1989年の昭和天皇の体操の礼の際も多くの君主国が王族を派遣したもののオランダからは王族が葬儀に参列することはなかった。1991年に来日した女王は宮中晩3回で日本のオランダ人捕虜問題はお国ではあまり知られていない歴史の一章ですとこの間の事情の一端について触れた。同年、海夫都式首相が オランダ訪問した際には、戦没者慰霊碑に捧げた花輪が池に投げ捨てられており、いかに反日感情が根強かったかが伺える。しかしその後、終戦後50年にあたる1995年に出された村山談話をきっかけに平和友好交流計画が決められ、アジア女性基金による償い事業などの実施により、オランダ国民の対日感情も和らいだ。 日蘭交流400周年を記念して、2000年に秋人天皇が訪問した際には、オランダのテレビ番組で、喧嘩の様子が放映され、昭和天皇の訪問の時とは、打って変わって、熱烈な歓迎を受けた。ただ、2007年には、オランダ議会会員で、日本政府に対し、慰安婦問題で、元慰安婦への謝罪と保障などを求める、慰安婦問題謝罪要求決議がなされた。 2008年に訪日したマキシム・フェルハーヘン外相は法的には解決済みだが被害者感情は強く60年以上経った今も戦争の傷は生々しい。オランダ議会政府は日本当局に追加的な意思表示を求めると述べた。1951年9月日本国との平和条約が締結され翌1952年4月に発行した。 同条約にはオランダも署名しており、これにより日蘭両国の友好関係は復活した。当時、食糧難の記憶のまだ新しい日本はオランダの感覚技術の習得のため、1952年より多くの技術者を留学させている。1954年には八郎型感覚の父と呼ばれたヤンセン博士が来日している。また、二国間条約取り決めは、 1953年に航空協定。1956年に日覧議定書と差しを取り決め。1970年に租税条約。1981年に文化協定。1996年に科学技術協定。2009年に社会保障協定。2010年に税関相互支援協定がそれぞれ締結されている。また、 2003年のイラク戦争では両国境にアメリカを支持し自衛隊イラク派遣においてはオランダ派遣軍が治安維持を担当する地域に派遣された陸上自衛隊に対して指導協力を行った戦後の日蘭関係は前述の懸案があるもののおおむね安定的な友好を保っている賠償問題編集オランダと日本は1951年に 日本国との平和条約を締結した。同条約第14条により、日本はオランダに対して賠償を支払うべきではあるが、オランダは日本の存立可能な経済を維持するとの観点から、すべての賠償請求権及び財産、並びに戦争によって生じた国及び国民の請求権を放棄した。日本の捕虜であったオランダの人々に対する償いとしては、 平和条約第16条に基づき、日本が国際赤十字委員会に支払った資金で一定の支払いがなされた。また、民間非抑留者については道場による支払いの対象ではなかったため、平和条約の調印に先立って、1951年9月7日と8日に、オランダのスティッカー外務大臣と日本の吉田、茂内閣総理大臣との往復書簡により、 以下の見解を明らかにした。すなわち、オランダ政府は平和条約第14条による請求権の放棄によって、オランダ国民の私的請求権が消滅することにはならない旨表明し、これに対し、日本政府は、オランダ国民の私的請求権はもはや存在しなくなるものとは考えないが、平和条約のもとにおいて連合国国民は、かかる請求権につき、 満足を得ることはできないであろうということ。しかし、日本国政府が自発的に処置することを希望するであろう。連合国国民のあるタイプの私的請求権が存在することを表明した。この吉田、スティッカー書館に基づいて、1956年3月13日、オランダ国民のある種の私的請求権に関する問題の解決に関する日覧議定書が結ばれ、 日本側はオランダ国民に与えた苦痛に対する同情と遺憾の意を表明するため1000万ドルを見舞金として自発的に提供することとした。こうして日蘭間の戦後処理は平和条約によって法的に解決済みであり、さらに日蘭議定書においてオランダ政府はいかなる請求をも日本国政府に対して提起しないことが確認された。 もっとも、オランダ国民の間には、対日個人賠償を求める機運が残った。1990年には、対日同義的債務基金が結成され、日本政府に対し法的責任を認めて保障するよう、主張し、一人当たり、約2万ドルの保障を求める運動を始めた。また、ジェスは慰安婦問題も取り上げ、償いに直接に責任を取るべきは、日本政府であるという立場を取った。 これに対して日本政府は女性のためのアジア平和国民基金を通じた事業を行うこととし、基金設置直後から日本の外務省は事業準備のための活動を始めた。この活動に関してオランダ政府は先の戦争に関わる賠償及び財産並びに請求権についてはサンフランシスコ平和条約で解決済みであるので、 日本側が直接関係者と話し合ってほしいと促した。このため、日本の外務省はジェスの関係者と直接話し合いを行った。この話し合いの中で、オランダ側から個人に対する支払いが求められた。このため、医療福祉支援を個人に対して実施すること、支出する政府資金の総額を2億5500万円とすることで合意した。 1998年7月15日、アジア女性基金とオランダでの事業実施のために設立された委員会との間で覚書が交わされ、慰安婦問題に関し、先の対戦中、心身にわたり癒しがたい傷を受けた方々の生活状況の改善を支援するための事業を同委員会が実施することとなった。アジア女性基金は、この覚書に基づき、 日本政府からの拠出金を原資として、同委員会に対し3年間で、総額2億5500万円規模の財政的支援を行うこととし、同委員会は79名の方に事業を実施した。この事業は、2001年7月14日、成功裏に終了した。しかし、2007年11月20日、オランダ会員は、日本政府に対し元慰安婦への謝罪や保証などを、 求める決議案を全会一致で可決した。これはアメリカ議会で従軍慰安婦問題の対日謝罪要求決議案が可決されたことが影響しているとされる。この決議に対して日本政府は特にコメントしていない。また、オランダ中日大使のフィリップ・ヘルは日本政府が慰安婦に謝罪を求める集会に参加し、日本政府を非難している。 2008年に訪日したマキシム・フェルハーヘン外相は法的には解決済みだが被害者感情は強く60年以上経った今も戦争の傷は生々しい。オランダ議会政府は日本当局に追加的な意思表示を求めると述べた。また2014年10月初めティマーマンス外相は国王の訪日と関連し日本人記者と懇談した席上 第二次大戦のうち日本軍による慰安婦問題が強制売春であることには何の疑いもない。交換級の接触時に常に慰安婦問題を取り上げることを理解してもらいたいと言及した。同年10月29日に皇居で開かれた宮中盤参会ではアレクサンダー国王が大戦中に日本軍がオランダ植民地のインドネシアに侵攻し、 自国の兵士らが抑留された過去に言及。先祖が残した誇らしい歴史も辛い歴史もすべて継承すべきだ。第二次世界大戦当時、オランダの民間人と兵士が体験したことを忘れずにいる。忘れることもできない。戦争の傷跡は今も多くの人々の人生に影を落としており、犠牲者の悲しみは今も続いている。捕虜として労働を強制され、 プライドを傷つけられた記憶が多くの人の生活に傷として残っていると訴えた。ただ、アレクサンダー国王は日本国民も対戦で苦しみを経験したことに理解を示し、互いの苦痛を認識することが和解の土台になるとも指摘した。両国の多くの国民が和解の実現に向け全力を尽くし、双方の間に新しい信頼関係が生まれましたと述べ、 両国間の良好な関係性を強調した。2000年の日蘭交流400周年記念には、両国で約700の記念行事が催されるなど、日蘭の文化交流は活発。2005年の貿易額は、日本からオランダが1兆5、76億円。オランダから日本が2、439億円。同じく主要品目は、日本からオランダが事務用機器、映像機器。 科学工学機器、自動車の部分品、自動車など、オランダから日本が、科学工学機器、有機化合物、植物性原材料、自動車の部品、原動機などとなっている。2004年の直接投資は、日本からオランダが7、764億円、オランダから日本が3、164億円で、いずれも EU 加盟国中、第1位となっており、 日蘭の経済関係は重要さを増している。2009年には社会保障協定、2010年には税関総合支援協定、2011年には租税条約がそれぞれ締結されている。2011年3月の東日本大震災の後にはオランダ全土で支援行事が多数開催された。通常、オランダでは EU 域外ののが働く場合、 様々な労働許可の手続きが必要となる。しかし、2014年12月24日、オランダ政府は、1912年に締結された日蘭通商公開条約を根拠に、日本国籍を持つ者には、自由に労働が可能な居住許可を交付することとなった。これにより、日本国籍の持ち主は、オランダにおいて、住民登録と銀行口座を開設すれば、 労働許可を申請しなくても働くことが可能となっていた。この制度は2017年1月1日以降に再び変更され、2017年現在では労働許可が必要とされている。2000年以降の用心往来は以下の通り、中日オランダ大使館、中日オランダ総領事館、在オランダ交換、ヘルマンスブッセマーカー、 日本との対立構想オランダのディレンマ1904から1941年対戦争主研究国際法ラム報告書第7回防衛省2009年ありがとうございます。